長。今日も頑張って走っていきます、ただいま14時40分ですね。午後2つ目のレッスンが始まりました。私はこれまでですね、ご飯を食べてちょっと休憩してから、クラウドファンディングの資料まとめですね、今回は堺市との、タイアップでやらせていただいてるんで、そこに出すための、資料ですねを提出今終わりました。でこれからランニングするんですけども、今日は夕方ちょっとね大事な方とお話しすると思いますんで、その話がね少し進めば、ある考えてることね、これがちょっとずつですけど前に進むんじゃないかなというふうに思っています。頭の中でいろいろあることをいろんな方にね話しする中で、ちょっとずつ精度を高めていきたいなと思ってますので、それをねちょっと今電話でアポ取って夕方、話すことになりました。でこれからね走るんですけども、今日ラストのレッスンをやってくれてますハードワーカーのねキリさん。で最近キリさんがねすごい前向きで頑張ってくれるのはいいんですけども、ちょっと詰め込みすぎるとまたいろんな不具合が出てくるんで、今日も9月の、末にイベントやっていいですかみたいな感じだったんですけども、5週目の日だったんで、それはもうテニスやらないでしっかり休めということで却下しましたちょっと残念がってたんですけども、ちょっとやっぱりねテニスから離れるということも大事やなと思いますんで、その代わり平日ねイベントできるんであればイベントやってくれたらいいかなというふうに思いますね。ワックのレッスンはどちらかというと心技対気の線ですね、戦略の部分で、こういうふうにやってみたら攻撃的なダブルスができますよということですから、一つ一つのねスキルアップに関してはあんまり触れてません。多少基本練習の中で球出しをしながら言うことはあるんですけども、スキルをね上げるんじゃなくて、ポイントやった時にとかね試合に出た時に役立ちそうなことをレッスンでやってますんで、ですからフォアとかね単体でスキルアップをするということであれば、キリさんのなんか今日はハードワーカージュニアみたいな感じの合宿をしたいんですけどみたいな感じだったんで、ハードワーカージュニアか岩切塾か何かでまたイベントねスキルアップしてもらえたらなと思います。ちなみに最近、あったんですけどもね、私のプライベートレッスンも一応やってるんですけど、だいぶ高いんで、あんまりその代わり良くなるのは間違いないと思います。この間もねプライベートレッスンやったんですけども、だいぶ良くなってると思いますので、それなりの費用対効果はあるんじゃないかなと思うんですよね。ただ高いんで、あんまりおすすめはしません。今日朝いろんな動画を見てたんですけども、西岡選手がねこの間準優勝した試合についていろんな話をしてたんですけども、今回、テニス自分のテニスが煮詰まってて、あんまり面白くないなと思ってたらしいです。
でちょっとまあ気分転換に日本に帰ったり、ゴルフやったり、試合前もそんなに練習ある程度の練習で終わらせてたぐらいというか、ちょっとまあ気を抜いてリラックスしてたという、まあそんな中で結果やから結果が出たから、まあそういうのもありかなという話をしてました。確かにあのレベルまで行ったら試行錯誤なんで、しっかり追い込んで結果が出る時もありますし、まあ出ない時はちょっと自分にプレッシャーをかけすぎずに気持ちを楽にするための取り組みをしながらやってもいいと思うんですけども、切り抜きのようにあれだけ見たらまた真似してちょっとしか練習しないとかね、遊んでしまう選手がいるんで、あれは西岡選手のレベル、まあ世界ランキング50位に入っていたというレベルの中での話なんで、あれだけを見て、そんな俺もゴルフして、まあそんなに追い込まんでも勝てれば勝つわみたいな、それではね絶対にやっていきませんので、やっぱりしっかりね練習仕込んでやっていかないといけないなと思うんですね。で今大学ね、日本の大学、まあ早稲田、慶応、まあ関西でいうと関西大学、近大のメンバーが、まあいかに練習時間を短くして、まあ成果を上げていくかという練習の仕方改革みたいなのをやってるんですけども、まあそれはあくまでもやっぱりその学生の中でそれができるということであって、それがじゃあ世界に行った時に通用するかって言って、それは通用しないと思うんですよ。ですから今回ね、インカレ関西勢めっちゃ頑張ってました。それが継続できるかというのは今後の活動次第なんですけども、まあ運よく今回、まあそんなに練習せずに結果が出たとか、まあそういうのをベースに動いたら、当然それはね、まあ実業団としてのプレイヤーとしてはいいと思うんですけども、世界を目指すグランドスラマー、まあ、そんな人が1日ちょっと2時間ぐらい練習してぐらいでは、それは無理ですね、と思います。ですからやっぱり今ね結果が出てないメンバーに関してはちょっと追い込み足らんなと、これだけやったら絶対勝てるやろうというような、そこを言えるぐらいの練習はまだ至ってないから、まあ今の場所にいるんじゃないかなと。結構やっぱ遊んでますからね、誰に聞いても練習の内容もただラリーしてポイントやって終わりみたいな、スキルアップのための練習になってるかっていうか、まあ疑問に感じること多いしね。やっぱちょっとこうしっかり計画立てて毎日毎日の積み重ねの中できっちり、まあ、追い込むというか、意図的な練習をやっぱ最低8時間はオンコートするぐらいの感じでやっていかないとダメですよ、サラリーマンですら8時間なんで、その専門職のプロがそんなそれ以下のことをやってしまうんだっていうね、それがやっぱ難しいのかな思いますよね。まあそんなんを朝見てて改めてね、まあ強者の理論じゃないんですけども思いましたね。ただまあ今回関西勢やったなと、頑張ったなという感じですけども、その背景には関東の人間どうしたん、早稲田慶応頑張ってんじゃんと思うんですね。まあ勝負ですから勝ったり負けたりする中で、これまでやっぱり早稲田慶応って言ったらね、もう絶対勝たれへんなみたいな感じだったのが、ちょっとずつそうじゃなくなってるのは練習時間とか意識、そういうところがちょっと変わってきたのかなというふうに感じますね。
まあ来年またねどうなるかとか、王座が一体どうなるのか、これはもうチームの結束力もあるんで、まあ多少結果は違ってくるかもしれませんがね、まあそういう感じの朝の印象でしたね。まあだからキリさんが今ねめっちゃやる気出して頑張ろうと思ってる中で、そういう前向きな提案があるんですけども、まあそれは長い目で見た時に、まあ寝れる時に寝とけよというような、休める時にきっちり休んで、もっとパワー使わないといけない時に来ると思うんで、まあその時のためにねちょっと残しといてほしいなと。特に11月の後半、12月の頭にかけてハードワーカーがちょっと IMG に行くかもしれませんので、まあその時のこと考えたら、まあ、そこにパワー集中してもらいたいなというふうに思いますよね。だからまあ交代で、まあ、いろんな経験が積める環境をね作っていけたらと思うんですけども、まあやっぱりそうは言ってもまあ一般レッスンは、まあ、少しずつ、お客さんも増えてきて、まあ、振り替えが難しくなってきてる中でクラスを増やしたり、でもうあと1レッスンか2レッスンはクラスを増やしていかないといけなくなってきてるかもしれませんのでね、まあ、その辺はしっかり心の準備しながら、でジュニアがやっぱり、まあ、私のやり方がねちょっとこう白黒はっきりさせすぎなんで、なかなか増えないし、また減ったりねするんですけども、なんとか踏みこらえてちょっとこうね今いる、子たちのね戦績をしっかり上げてですね、やっていきたいなと思ってます。ダメなんですよね、なんか一般レッスンはもちろんもう顧客満足度向上ですから、お客さんがね求める何かを、まあ、心置きなく提供していくという、ね、ことなんですけども、まあ、ジュニアに関してはちょっと思い入れがあって、白黒はっきりさせながらやっていきたいんですよね。そうじゃないとジュニアに関しては信念曲げてはできない。まあ、ライフワークでもあるし、ライスワークになるかもしれませんし、まあ、その辺微妙な中でやっぱり信念曲げずにやっていきたいなと思うんですよね。最近なんか気になるニュースがあって、それはですね、まあ最近またある女の子が死刑になりたいということで後ろから人を刺してしまったと。あれ中学生かな高校生かな、なんかそんなニュースありましたよね。なんでそんな風に思ってしまうのかな。誰でもいいから人を殺せば死刑になれると、だから刺しましたみたいな、非常に良くない傾向ですよね。前も未成年ではないんですけども、なんか人を殺せば死刑になれるかもしれない、まあ、それによって他人を、何の関係もない人を刺してしまうような、そういう事件出てきましたよ。まあ、これで連続してそういう事件があるので、なんかそういうのって何なんかなと思いますよね。今日はパワースポット穏やかですね。いつも滝みたいになってると思うんですよ、この辺が、まあ、それがちょっとこうしぼんで平らになってます。だからすごい川が浅瀬になってますね。なんか狙いがあってこれ多分やってると思うんですよ。多分水域を下げるためになんていうんですかね、防波堤みたいな、ちょっとこうなくして川の流れを緩やかにしていますね。
今日のパワースポットなんか雲は多いんですけども、まあ、いい感じで晴れて爽やかに、ここでいつもね深呼吸して戻るというルーティンを作ってますんで、今日のパワースポット非常に穏やかですね、まあ、相変わらず人はいません。ちょっと歩いてる方がさっき一人いたぐらいで、まあ、ほぼ貸し切り状態ですね。ということで今日もセンター戻ってトレーニングしたいと思います。今日はですねレッスン終わりに筋トレやりました。忘れてはいけない火曜日の測定日どうだったか。体重は減ってます。 72.8 っていうのが見えましたね。 72.8、 でもやっぱりこれは水分量の関係もあるんで、まあでも 74.8 から 72.8 ぐらいまで来てるんで、この 2,3 週間で、まあ、水分いろいろ加味してやっぱ2キロぐらいはちょっと痩せたんちゃうかなと。で体脂肪があんまり変わってないんですよ。これなんでかなと。じゃあなんで体重落ちてるか、実は筋肉量がちょっと下がってたんでその分なんかなと思うんですよね。結構筋トレやってんのに筋肉量が下がるってどういうことかと。多分タンパク質の不足なんかなと思うんですけども、タンパク量は平均だったんですよね。だから動かしてる割には平均なんで、なんか筋肉量が下がるっていうのはなんか弱くなったような感じですよね。体脂肪が落ちない。でも明らかに絶対的にお腹周りは小さくなってきてると思います。だからなんかな測り方あるんかなと疑ってしまいますよね、まあ明らかにでも体重が減ってちょっと体脂肪がもう見た目も手触りも減ってきてるんで、ちょっと今後はこれまでのご飯食べる30分前に500ミリの、水をしっかり飲んで、で野菜から食べ始めると、まあ、できたら水溶性の食物繊維が含まれているもので、ご飯をタンパク質と、脂質と一緒にご飯を食べる。でご飯を食べた後に、まあ、15分以内にはちょっとまあいろいろな用事をするため、用事をするという、体を動かすね、じっとしないということをちょっと心がけていきたいなと思っています。でそうすることによって、血糖値をね上げないと、まあ、これは今のとこ、ちょっと成功してるんじゃないかなと。でそれプラス筋肉量がちょっと下がって残念なんで、プロテインをちょっと飲んでいきたいなと思います。で今までほぼそれやってませんので、いいプロテインを購入して、でトレーニング終わりに水分と一緒にそれを飲んで、でまた夕食はねこの状態のまま継続でやっていきたいなと。食べ方ね、これが結構大事だっていうのが分かってきたんで、筋トレやってんのに筋肉量下がるって、これはもうイライラの原因作りますよね。ザストレスですよね。ですからちょっとね今後新しい動きとしてはプロテインを購入してそれを飲んでいくと。ですからちょっとね最近たまにこの人どんな飲んでるんやろなっていう、まあ、女の人なんですけど、チャップさんっていう人がいるんですけど、すごい分かりやすいというか、まあ、自分をコントロールするために食べる時間帯とかを決めてもらって、まあ、どんどんそれをやってると、まあ、そうすることによって体をね作り上げてるっていう子がいるんですけど、まあ、その子が結構まあ推奨してるプロテインをね
ちょっと探して飲んでみようかなと思います。でそうすることによって筋トレの成果がちょっと出てくるかなと思いますね。ということで体重は下がってます。 72.8、76から始まって74、そして73、72という、段階的にはいいんですけども、体脂肪何だろうな、数字があんまり変化しないのかなと思いますね。明らかに減ってるんですけどね。気のせいなのかなこれ。っていうぐらい変わらないですよ。ただまあ筋肉量によって体重が下がってるんじゃないかなと思って、腹立つんでプロテイン飲みます。でこれから今ランニング終わって戻ってきたんで、水分しっかりとって、でデコタークでサウナ的な、サーキットトレーニングをちょっとやりたいなと思ってます。よし、でこれでまたバンバン汗かくんで、ちょっと自撮り棒がヌルヌルしてるんで、タオル用意しないといけないか、もしくはもうそのままの状態でやる感じで、今ハードワーカーキリさんがレッスンやってくれてます。でその間に、トレーニングをやって、で4時になったらね、ちょっと面談じゃなくて、多分電話でアポ取りになるんですが、ある程度のことを説明しないといけないんで、ちょっとそこは集中してやんないといけないですね。次につながるものなんで、それがつながってくれば、またちょっとね、面白くなってくるんで、これをなんとか実現できれば、名を残せるぐらいやと思います。まあ、そのためにちょっと頑張ろうかなと思ってます。ということで、これからサーキットトレーニングをしたいと思いますが、もうちょっとね、いい体になったらやってるとこ、見せたいなと思いますので、今日はラントークのみということで、これから頑張りたいと思います。それでは。